速稼塾の久保です。今日はバイでエントリーするっていうふうに申し上げました。調子のいい時も悪い時もこうやってね、毎日動画解説をしながら、そして予測を明確にしながら振り返りを絶対にするように繰り返していくと絶対に力つきますよ。私はね、5年やってますけども、最初の1年は1回もプラスにならなかったですからね。でも2年目に食い込んで、3年目をやって、4年目をやって、今5年目です。もうさすがにね、5年間これだけ真面目にやったら、まあ負けないですよ。それはご覧いただいてたらね、わかると思います。もう、ね、感無量ですよ。1年目のこと今でも忘れません。何日連続なんだろうね。だから1500日とかやってるんでしょうね、きっとね。今日も相場解説していきますけども、バイでエントリー取れたんでしょうか、どうでしょうか。4時間から見ていきます。それでは画面を切り替えますので、どうぞ。はい、こちらが4時間ですね。黒でつけますよ。もうお分かりだと思いますけども、高値が切り上がって安値が切り上がってますよね。ですんでトレンドは上昇に向かってます。そしてここ上昇トレンドの中でも陰線と陽線が入り混じってちょっと不安の残る右肩上がりですけども、そこから一旦ここね、調整して、調整なのかどうか分かりませんけども、一旦下の方に下がってですね、勢いをつけて、あとはほとんど陽線ばっかりの強い上昇トレンドができてますよね。もうね、赤三平って言葉がありますけども、赤十平ぐらいになってますね。移動平均線も、もう思い残すことなく、急上昇してます。で、107円のフェーズはこれによってですね、もうかなり硬くなったんじゃないですかね。ネックラインを引くとすればもうここですよ。レジサポを超えて、もう107円圏をしっかりと作ってると思います。ここまでですね、以前から私お話していた、確か1月の末ぐらいにお話していた、106円、107円の方に向かうよは、すべて実現したということで、1月の月締めのですね、相場解説も、ここによって完了ということにさせていただきます。2月の相場解説も、もう完成したと言っていいと思います。で、3月はですね、引き続き上昇トレンドを維持すると思いますので、まあ、110円とかはね、さすがにいかないと思いますよ。途中で横ばいに入って、長い横ばいに入ると思います。横ばいというか揉み合いとかね。だから108円ぐらいで釣り合うんじゃないかなと思います。ただこれはね、わかんないです。何の根拠もありません。なんとなくそう思うだけなんで、これは当てにしないでください。ただ、ここまでのところはうまくいったよってことですね。はい、大きな利益をいただきました。そして1時間足なんですけども、ボックスを書きましたよね。黄色いところです。そのボックスが新しくなりました。現在、こちらの方に、ボックスがあって、このボックスもぶち破りそうですね。もう完全にボックスよりも上昇トレンドを書いてますから、もう躊躇なくバイの方を、まあ、継続すればいいんじゃないですかね。私セルをね考えたなんて一瞬もないですからね。ここで横ばいを、昨日横ばいに入りましたっていうふうにお話をして、ブレイクした方向にね、バイの方だと思いますけども、エントリーするよってことで、バイでエントリーした方は全員取れてると思います。まあ、この辺でね、ヒゲが出てますから、一旦、ロスカットは食らったと思いますけども、その代わり、こちらの方で一回利確できてるポイントもあると思いますんでね。引き続き、バイの方で行くよというふうな、まあ、躊躇なき、私のね、107円券という言葉を当てにしていただいた方は、おめでとうございますということになります。はい。今日の相場解説は、以上ですね。朝お話したことが、これで夕方実現して、私もですね、もうちょっと粘ろうかなと思いますけども、イグジットして、今日もね、大幅な利益確定を完成させようかと思います。ただ私ね、FX ね、こうやってドル円ずっとやってきて思うんですけど、私が始めた当初、一昨年とか3年前とかなんですけども、マタフっていうサイトを見てね、ポンド円とかユーロドルとかね、いろんな通貨をされた方いると思うんですよ。そしてそれを私に勧めてくださった方もいると思うんですよ。今どうですかね？どうなってますかね？私はドル円1本で、もうここまでのスキルを手に入れました。ドル円1本です。で、よそには、確かに価格幅があるんで魅力的だったんですけども、全くいかなかったです。マタフも教わったんですよ。通貨ペアも教わったんですよ。でも私はそちらの方に行かずに、ドル円だけでやってきました。結果どうだったですかね？他の通貨ペアでされた方、マタフを見て一番通貨の動きの強いもので、毎日いろいろ考えてされた方、ちょっとそちらの方もどうなったか今ね気になるところなんですよ。それでうまくいってれば本当に言うことないんですけども、どうなんですかね。やっぱ私一人かもしれませんけども、
相場感って一つの通貨ペアをずっとやるから掴めるんじゃないかなって気がするんですよ。いかがですかね。それでは本日は以上です。